こんにちは、さおチャンネルです。今回は新大阪駅から京セラドーム大阪への行き方を2つのルートを比較してご紹介したいと思います。1つ目は JR ルートです。所要時間は約30分、220円です。お手持ちの新幹線の切符の種類によってはこのルートですと無料で行ける場合もあります。続いてこちらが地下鉄ルートです。運賃は280円となりますが、乗り換え回数や所要時間はほぼ一緒ですね。ちなみにですが、滋賀県東近江市に京セラ前という駅が存在します。京セラの工場の前ということでそういう駅名がついています。ルート検索をするときには間違えないように気をつけてくださいね。まずは JR ルートからご紹介です。 JR 線乗り換えの案内を目印に進みましょう。地下鉄ルートとは正反対の方向になるので気をつけてくださいね。紙の切符の方はここでは回収されず出てくるので取り忘れにはご注意ください。まずは大阪駅まで向かいます。7番、8番乗り場から出る電車はすべて大阪駅に停車します。新大阪から大阪の間はかなり頻繁に電車がやってきます。3分ほどの乗車で大阪駅に到着となります。大阪駅では環状線内回りに乗り換えます。大阪駅はかなり広いので落ち着いて移動しましょう。1番線の電車に乗車します。1番線にはいろいろな行き先の電車がやってきます。基本的にはどれに乗っても京セラドームの最寄り大正駅に止まりますが、たまにやってくるユニバーサルシティ方面の電車に乗ってしまうと違う方向に連れて行かれてしまうので乗らないように気をつけてください。今回はちょうどやってきた環状線の普通電車に乗車します。この日はコンサートがあるようで駅は結構混雑しています。 JR ルートは安くて早いのですが、駅からドームまでの距離がちょっと長いです。ちなみにイベント終了時は券売機が混み合うので、 IC カードを持っていない方は先に切符を買った方がいいかもしれません。ここからは案内表示に従って駅から右へまっすぐ進んでいきます。途中でドーム側に横断歩道を渡っておきましょう。道路の左側にある商業施設の連絡通路からドームへつながっているようです。それではここから上がっていってみましょう。店舗の横をまっすぐ進んで突き当たりを左に曲がると京セラドーム大阪に到着です。JR ルートは約30分で到着となりました。続いて地下鉄ルートもご紹介しますので引き続き最後までお付き合いください。新大阪に戻ってきました。
ここからは地下鉄で京セラドームへ向かうルートをご紹介していきます。まずは中央改札口から出てください。改札を出ると足元に地下鉄御堂筋線の案内が表示されています。案内に従ってエスカレーターで一つ下のフロアに降ります。エスカレーターを降りた先に案内表示がないのでちょっと戸惑うかもしれませんが、エスカレーターを降りて正面、JTB さんと駅弁屋さんの間の通路を進めば大丈夫です。新幹線の改札口から 2,3 分で大阪メトロの新大阪駅に到着です。いろんな路線が乗り入れる JR とは違って、ここは一つの路線しかありません。なので方向さえ間違えなければ大丈夫です。1番線の電車に乗車しましょう。日中は4分に1本という高頻度で電車が来ます。ちなみに2本に1本の割合で新大阪駅始発の便が運行されています。なので時間に余裕があるなら少し待つだけで確実に座ることができます。天王寺行きと中本行きというのが交互にやってきますが、天王寺行きが新大阪始発の電車となります。まずは乗換駅の心斎橋まで10分少々の乗車です。地下鉄なのに外を走ってて不思議な感じがしますが、しばらくすると地下に入ります。心斎橋駅では長堀鶴見緑地線に乗り換えます。降りたらちょうどエスカレーターの目の前でした。どうやら8号車付近に乗っておくといいみたいです。通路は多少複雑ですが、 JR と違いたくさんの乗り場や行き先があるわけではないので、しっかり案内を見ながら進めば迷う余地は少ないと思います。3分ほど歩いて長堀鶴見緑地線のホームに到着です。2番ホームから大正行きの電車に乗車します。終点の一つ手前、ドーム前千代崎駅で下車します。この長堀鶴見緑地線って他と比べて電車の車体が小さいんです。なのでイベントの開始直前などは車内が結構混み合うかもしれません。心斎橋駅からドーム前千代崎駅までは約5分なので、少しの間辛抱しましょう。地下鉄ルートなので当然ですが、 JR ルートより階段の上り下りが多いですね。ちなみにこの駅には阪神電車も通っていて、神戸や難波、奈良方面に1本で行けます。ここでも帰りの切符を買っておくよう案内されていますね。案内に従ってエスカレーターで地上に上がります。この駅は JR ルートの大正駅に比べてよりドームに近い位置にあります。エスカレーターを降りて少し進んでイオンの正面を右に曲がると、正面に京セラドーム大阪が見えてきました。新大阪駅から約35分、運賃も少し高いですが、分かりやすさ、快適さでは地下鉄ルートの方が少しリードしているかなと感じました。冒頭で軽く触れましたが、新大阪までの新幹線の紙の切符で市内と書いてある場合、 JR ルートなら無料で行くことができます。その場合はせっかくですので JR で移動された方がいいと思います。今回は新大阪駅から京セラドーム大阪までの行き方を2つのルートで比較してみましたが、いかがでしたでしょうか。
感想やご意見などございましたら、お気軽にコメント欄にお願いします。皆さん最後までご視聴くださって誠にありがとうございました。これからも皆さんのお役に立てる動画を作っていきたいと思いますので、まだの方はチャンネル登録や高評価もしていただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。